はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画を見て面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ早速始めさせてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力のインドで主にボランティアをされていらっしゃる島中さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、島中めぐみと言います。で、今主にインドでボランティア活動、スラム街の子どもたちの教育支援を日本で活動してます。はい、ありがとうございます。早速なんですけれども、島中さんがそもそもなぜ国際協力に興味を持ったのかみたいなところからちょっとお聞きしたいなと思って、はい、ですけど、最初何がきっかけだったんですか。最初のきっかけは初めての海外でしたね。いつ行かれたんですか。それが13の時ですね。あれ、中学校2年生でしたね。はい、中2で初海外。そうなんですよ。父親がイギリス人の宣教師の人で、はい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 、そう育った環境がちょっと変わってて。そうなんだ。じゃあハーフで宣教師でいろんな国に行かれてたんですか。母親もクリスチャンのグループに入っていて、でそこから父親と出会って、私はもう3歳だったので出会った時に、でそこから6人兄弟。すごい。そうなんですね。じゃあ最初そこで中学校2年生の時に初海外ですよね。そうです。初海外どちらに行かれたんですか。それがインド、ネパール。確かそっからか。そういきなりインドだったんですよ。アメリカとかそういったところからじゃないんですね。イギリスとかそういった感じです。結構父親が世界を見るのが教育の一環だみたいな感じの考え方の人で、はいはいはい、教室じゃなくてもう世界を見た方が、体験した方がいいみたいな、で私と同級生と当時4人だったかな、合計6人、はい、お父さんともう1人の先生と2ヶ月間、はいはい、2ヶ月も行ったんですか。中学校2年生ですよね。そうです。やば。それも教育の。なるほど。じゃあインドとネパールに合計で2ヶ月行ってた。そうです ね、 ですね。中学校2年生何されるんですか。あ、そこは現地にいる方々、知り合いとかつながりがあって、もう現地ですでに活動してる人たちの活動に参加させてもらったっていう、だから何か新しく始めたとかではなかったんですけど、はい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 、なるほど。じゃあ具体的に現地の人と何されたんですか。そこでやった活動は、電気とかトイレとか何もない村を訪問して一緒に運動会開催したりとか、はいはいはい、英語とかいろいろ教えたりとか、はい、地域によって活動はいろいろやってましたね。あ、そうなんですね、うん、じゃあインドの中でもネパールの中でもいろんなところに行って、そうですね、そういった活動をしてたって感じなんですね、うん、そうですね。すごいですね、人脈と、まあ、運動会開催したのはメインではないんですけど、あとは自閉症の子どもたちとかのリハビリを手伝ったりとか、はい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 、うん、そういうことだったんですね。結構ボランティアの中でも幅広い形でやってたって感じなんですね。そうですね、結構エリアによってやってる活動がバラバラだったので、はい、あとはマスラム街の子どもたちのための学校で手伝ったりとか、はいはいはい、そんな感じでした。なるほど。中学2年生でその体験を2ヶ月できるって相当すごいと思うんですけど、そうですね、実際中学校2年生の時にそういう活動したじゃないですか、はい、どういう感情になったかって覚えてます。まずすごく衝撃でしたね、うんうん、どういったところが衝撃でした。いやー、なんかもう牛がその、はい、確かにその辺にいるとかっていうのと、全体的にすごいカラフルな国だし、すごい生き生きしてて、はいはい、アクティブな国だなっていう、まあ、日本だと結構服装とかもね、そんなに明るい色を着まくるっていう感じではないんですけど、インドはもうすごいカラフルだし、はい、確かにいろんな音といろんな香りとかもう圧倒されました、はい、ちなみにインドの料理は合いました。好きですね。そうなんですね、はい、嫌ではないです。中学校2年生じゃもう適応できたわけですね。あ、お腹も下さなかったし、はい、あ、すごい、うん、じゃあ2ヶ月ですごい自分の中では新鮮で衝撃を受けたっていうところだと思うんですけど、その後もう一回日本に戻りますよね、うんうん、その後はどういう生活をされてらっしゃったんですか。その後は言っても13歳なんで、まあそうですよね。普通に学校に馴染んでみたいな。日本の学校行ってなかったので、うんうんうん、あのホームスクールって言った方式で、はい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 、お家で通信教育みたいな感じで、それが全部英語だったんです。面白い。それ日本でされてたんですもんね。そう、日本です。すごいな。それを高校まで続けるって感じですか。そうですね。大学は日本の大学ですか。あ、大学は行ってないです。そうなんですね、はい、じゃあ高校卒業されて、うん、その後はどういったことされてたんですか。その後は秘書の仕事だったりとか、いろいろやってました。英語教えたりとか。そうなんだ、うん、まあもうその時にバイリンガルだからやりたいことはいっぱいできますよね。そうです。え、その間も海外は行かれました、うん、最初にインド行った時にすごい衝撃だったっていう話だったんですけど、でもそこですごい子供たちの笑顔にすごい心に残ったっていうか、はいはい、それに感動して、人の笑顔と関われるってこんなに幸せなんだなと思って、すごい幸せってなんだろうって考えるきっかけ
けにはなったので、そこからもうボランティア楽しいってなってハマったんですよ。でそこから結構毎年行くようになって、はいはいはい、毎年インドに行くようになったんですか？インドというか、まあ、その後はミャンマーとか、まあ、いろんな国に、主にインドですね。16、17とか結構毎年1ヶ月とか6ヶ月とか、はいはい、いや大きい、6ヶ月いたかな。それすごいですね。ちなみになんですけど、それはどっかの団体に所属してボランティアをしてたって感じですか？そうですね、日本でインドに日本人の若い人たちをお連れする団体があって、愛の架け橋っていう NPO が当時あって、そのツアーに乗っかってというか、あ、そうなんですね。向こうで2ヶ月とか暮らしてたりして、はいはい、なるほど。じゃあインド、ネパール以外も他の国でもボランティアされたんですよね？そうですね、ちょこちょこと。どこ行かれたんですか？あ、まあでもボランティア関係の仕事とかも含めると、うんうん、ポーランド、メキシコ、南アフリカはボランティア団体の秘書をやって、まあ仕事系のボランティアではあったんですけど、はいはいはい、南アフリカもいたんですね。そうそう、 南アフリカ僕大好きなんですよ。すっごいいい国ですよね。めちゃくちゃいい国です、うん、都心でボランティアされてたんですか？南アフリカとかは。南アフリカはボランティアというか、あ、もう秘書として。そうそうそう、秘書のあれで、ね、現地でボランティアしたのはタイ、ネパール、ミャンマー、インド。あ、そっか。じゃあインドとネパールは先ほどお話をお伺いしたんで、タイとミャンマーもちょっと聞いてみたいんですけど、うんうん、そこではどういうボランティアとかをされてらっしゃったんですか？タイは自閉症とかの子どもたちの遠足の、はいはいはい、まあ、ボランティアスタッフみたいな感じで初めて海に行くっていう遠足。いや面白い。そうで、結構あのタイの都心部のバンコクのちょっと離れたところ、うんうん、まあ、一番近い海だからそこまで綺麗な海ではないんですけど、うんうんうん、子どもたちはすっごい喜んで。え、初めての海だったってことですよね？そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあもう国際教育に興味を持ったきっかけっていうのは中2から始まって、ボランティアっていうところにすごく注力していったって感じなんですね。でそれでその後いろいろ経験されたと思うんですけど、心と世界の計算プロジェクトっていうところもあると思うんですけど、はい、そこはどういった背景で？そこはいつか自分でもなんかできたらいいなとのずっと思ってて、ただまあ仕事とか始めるとそんなに余裕があるわけでもないし、はい、何をしようかなっていうふうに思ってた時に、また2012年にインド行くきっかけがあって、5年ぶりとか結構久しぶりにまたインド行って、そこ行った時に今支援してる学校のジェームズ・アンバットさんの学校を訪問して、そしたらもうそこがキンダーガーデンですごい大きくなってて、はいはい、まあ、着実に続けてたというか大きくなってって、子どもたちもどんどん増えてって、校舎も増えてってみたいな感じで、はいはい、あ、すごい本当にずっと継続されてると思って、そうなんですね、うん、それはすごいなと思って。でもその後に卒業した後は子どもたちどうなるんですかって聞いた時に、そこまで手は回ってないっていうのがまあ現状で、でそれを聞いた時に一緒に行った経営者さんの方が、この学校の子どもたちの卒業生は俺が出すって言って、すげえかっこいいとか思って。その経営者はもう普通に日本で起業されている経営者ですか？そうです、そうです、まあ、ハーフの方で、基本的にアメリカって結構ある程度成功されたら、まあ、ギブバックする文化ってあるじゃないですか、はいはいはい、そういうステージでインドに知り合いいるんだったら、よく分かんない団体とかに寄付するよりは自分で行って自分で確認したいっていう思いで行ったんですよ。あ、なるほど、そういうことだったんですね。そこで付き添いで下中さんは一緒に行かれたってことなんですね。そうです、そうです。ちなみにインドの授業料って1年いくらぐらいだったんですか？480ドルです。480ドル、うん、日本円でまあざっくり5万円とかそんぐらいですかね。 そうですね。それぐらいで1人の方が卒業できる1年間の授業料って感じです。そうです、そうです。いや、かっこいいですねそれは。しかもこの学校の子たち全員今年の卒業生みたいな。ちょっと待って、それ授業何人いるんですか？人数。いや、10人ぐらいかな。10人ぐらい、うん、まあ、だから、まあ、50万ぐらいですかね。10人なんで1年の授業料、うんうんうん、そうですね。あ、なるほど、これ出すよってかっこいいですね。あ、じゃあその経験を通して、うん、下中さんも自分で何かやりたいなってところを感じて、うんうん、まあ、プロジェクトっていうのがだんだんできていくような形になるってことですよね。そうですね、まあ、最初は名前とかも何も決まってなかったですし、うん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 、単純にその子たちがキンダーガーデン卒業した後に学校行けるようにしたいっていう、それだけの思いで始まったので、うんうん、なるほど。なんか活動したいとかじゃなくて、それを見てそれに対して何ができるのかなっていうので、うんうん、はいはい、結果として生まれただけです。あ、そういうことなんですね。面白いな。なるほど。じゃあちょっとこの動画では国際教育に興味を持ったきっかけっていうところから、今のプロジェクトになるまで何をしていたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画では詳細をちょっと深掘りさせてもらいたいなって思います、はい、ちょっと心揺さぶらせていただいてよろしくお願いします。はい、じゃあ本日ありがとうございました。